こんにちは、トモログです。いやもうね、クラウドストレージサービスに振り回されるのでちょっと疲れてしまいまして、実はじゃん、ナスを購入しました。皆さんナスってご存知ですか？ナスっていうのは、まあ、ネットワークにね接続できるストレージのことで、例えばね、手元に皆さんこういうタイプの、まあ、ハードディスクだったりとかポータブル SSD みたいなのがあると思うんですけど、簡単に言うとこういうストレージを、まあ、ネットワークですね、自宅の例えばね LAN ケーブルに挿して、それで、ね、自宅内で使うのはもちろんなんですけど、本当にねクラウドサービスみたいに自宅の外、例えば海外にいる時でも旅行先にいる時でもそのデータにアクセスできるっていうものなんですね。実はこれまで僕ほとんどのデータを、まあ、クラウドストレージにアップしてたんですね。 Google のクラウドにアップしてたんですけど、去年のね10月ぐらいにその Google がねリブランディングをしまして、それまでは僕データのアップロード無制限みたいなプランで、まあ、ビジネス向けのプランを使ってたんですけど、そのプランが消滅しまして、容量がね明確に区切られるようになってしまったんですね。やっぱりね、大容量ファイルを扱うユーザーにとっては結構まだまだねクラウドサービス怖いのかなっていう印象がね拭えないところですよね。で、実はまだねドロップボックスとかボックスっていうストレージサービスで、確かにビジネスユーザーだと容量無制限プランっていうのはまだあるんですけど、さすがにね今までの人生で2回もね実質容量無制限っていうプランがなくなったのを経験すると、さすがに3度目はねちょっとないなっていうことで、まあナスを購入したっていうわけですね。今回の動画ですけど、僕自身ちょっとね初めてなのでうまくいくかどうかまだわかんないんですけど、これでね自分専用のナス、まあ、クラウドストレージサービスみたいなのを作っていこうと思います。はい、じゃあね今回ナスを構築していくにあたって導入したものがこの4点です。これはねちょっと撮影機材なので別なんですけど、今回はねこのナス本体と、あとねハードディスクですよね、このハードディスク2つ購入しています。あと、まあこれはメモリーですね、 PC とかでも使われていると思うんですけど、乾燥用のメモリーを購入しています。まあそれぞれね簡単に紹介していこうと思います。よいしょ。はい、まずはこちらですね、ナスのケースです。これは QNAP っていうメーカーの TS-251D っていうモデルを購入しています。なんかね結構新しめのもので、2ベイって言って2つのねハードディスクがこの NAS 本体に収納できるタイプのものを購入しています。で、僕今回ね NAS を導入するにあたって初めて知ったんですけど、なんとねインテルの CPU と、あとねメモリーとかね、そういうのが備わってるんですよね。知ってる人からするとそんなの当たり前じゃんっていう話かもしれないんですけど、ちょっとね衝撃的でした。インテルのセレロンのデュアルコアの CPU を搭載しています。でメモリがね 2GB を搭載していて、なんかね公式だと最大 8GB までサポートしているそうです。レビューとかを見ると16GB までなんか増設できるらしいですね。今回購入したハードディスクドライブはシーゲートのアイアンウルフプロ 3.5 14TB クリエイティブプロナス向けっていうモデルの、まあ、ハードディスクをね購入しています。こちらねシーゲートっていうやつで結構安いんですよ。 14TB なのに確かね Amazon で 37,000 円とかで1個購入できて、今回ね2つ購入しているので、確かねこれでまあ7万いくらとか8万円以下に収まった感じですね。シーゲートっていうと一時期結構ねなんか評判悪かった気がするんですよね。なんかミラーリングして2つね用意したのに両方とも同時期にデータが消えてデータがお釈迦になったとか、シーゲートだけは避けろみたいなよくね聞いてたんですけど、最近はねそこまで品質も悪くないっぽくて、まあ3年間のねデータ復旧サービスもついてるってことで、とりあえずね安くて、まあ動画を長期間保存しておくっていう目的だったら割とありかなと思って購入しております。ナスを組むにあたって、まあ必要ないかもしれないんですけど、一応ね購入しておいたのがこちらですね。こちらはですね PC 用のメモリーで 4GB のメモリーが2つ備わっているものです。価格がねだいたい5000円ぐらいだったかな。まあ、さっき紹介した通りなんですけど、僕が購入したナスがね 2GB のメモリーを搭載してるんですよ。なんですけど多分ね 4K 動画とかそういうのを、まあ、保存したまま視聴したいみたいな、そういう用途には多分ねちょっと 2GB だと足りない気がするので、一応ねまあ5000円ぐらいで買えるのであればってことで 8GB RAM まで増設するって感じですね。一応ね 16GB っていう選択肢もあって、それだと8000円ぐらいで購入できるんですけど、まあ、僕の場合は多分ねその NAS の中にゲームを入れてゲームで遊ぶとか、その NAS 上でね SSD メインで使うとかそういうこともなさそうなので、とりあえずはね、まあ、8GB で十分だろうってことで 8GB を購入しています。改めてこれらのアイテムを使って実際にねこのナスを構築していこうと思います。
ちょっとね開封してみますか。なんでねこれを選んだかっていうと、僕ナスとかね全然詳しくないので、いつも通りね僕の物欲を煽ってくれるクロポンさんっていう、クロポンモビっていうねブログをやってる人がいるんですけど、その人がまあナス買うんだったら今ならこれじゃないみたいな感じでおすすめしてくれたので、僕は素直にそれを購入したって感じですね。で一応ねなんかスペックとかも比較して見ていったんですけど、2ベイタイプでまあ2つのねハードディスクを入れて使うのであれば、結構ねこれが最新式だし、まあスピードもね後でカード増設とかそういうのができるので早くていいかなと思ってこれを購入しています。意外とこうやって見るとコンパクトだな、もっと大きいイメージがあったんですけど、結構ねコンパクトですね。白を基調とした筐体カラーで、結構ね僕の部屋というかこの部屋結構白いものが多いんで割と合う気がしますね。はい、まあね筐体自体はこんな感じです。重さはね 1.5kg ぐらいなので、ちょっと重めの PC って感じかな。でここにねイーサネットポートが備わっていますね。僕もねあんまり詳しいわけじゃないんですけど、これ標準で搭載されてるのがこのモデルだと 1GB イーサネットのポートなんですよね。なんか理論値でも1秒間に 125MB しかなんか転送速度が出ないらしくて、これをねなんかこの QNAP のものだと1万5000円ぐらいで拡張カードっていうのが購入できるらしくて、ハードディスクの最大スピードぐらいまで出るらしいです。この辺はねちょっと僕もまだどのぐらい必要性があるのかわからないので、まだね拡張カードは購入していません。一応ねここを開けてこの中にねハードディスクを収納するらしいですね。こんな感じですね。この中に、まあ、僕が購入したねこのハードディスクも入るんですけど、僕が最近動画を保存するために使っているこの 2.5 インチの SSD も一応ねこれに対応してるらしいです。あとまあ電源とかケーブルとかそういうのがね入ってるみたいですね。こんな感じなんですね。結構ねおもちゃというかなんかお菓子みたいに入ってるんですね、ハードディスクって。僕自作とか組んだことないので初めてね今回こういう風にハードディスク類とかも触りますね。で僕が購入したこのハードディスクはヘリウム充填のハードディスクっていうものらしくて、ヘリウムが中に充填されてるらしいんですよ。ヘリウム充填してると何がいいんだろうってちょっとね調べてみたんですけど、なんかね空気より軽いからあの揺れとか摩擦とかそういうのに強くなるらしいんですよね。なのでこういう風に 14TBバイトとか容量もねすごい増やせるらしくて、速度も確か上がるみたいな感じで、でなおかつ宇宙でも使えるらしいっていう、そういう情報がありましたね。で一応そのナスをね購入するにあたって、ストレージは絶対ヘリウム充填型がいいよっていう風にクロポンさんが教えてくれたの で今回はね 14TB のハードディスクを2つ購入して、この2つをねミラーリングで重複してこうデータをね2つに書き込んでいく形になります。この物理的なストレージの一番怖いところって、例えばねなんか片方が故障してしまってもう片方のデータも読み込めなくなるみたいな、そういうところだと思うんですけど、まあ、両方にね同じデータを書き込むことによって、こちらがね死んだ場合でもこちらが生きていればデータは大丈夫ですよっていう感じですね。まあそういう理由で2つ購入しているので、今ね手元にある容量としては合計 28TB なんですけど、実質 14TB として扱っていくという形になります。まずはねこの中にハードディスクを入れていく感じですかね。よいしょと、よし、こう外してここにこうやってはめ込む感じか。ハードディスク固定用のねネジがあるので、これを多分固定していく感じですかね。していく、よし、はい、で一つ目完成ですね。はい、最初にねこのメモリを増設していきたいと思います。メモリ増設はおそらくねここにネジ穴があるので、このネジ穴を回して外していく感じですね。ここをスライドさせて、よいしょと、おお、開きますね。このナスの場合、このハードディスクをね固定する部分をね外さなくてもなんかメモリー乾燥ができるっぽいんですよね。なので、まあ、この中にね今回購入したこのメモリーを入れていこうと思います。ちなみに注意点なんですけど、このね TS-251D っていうモデルの場合だと DDR4 っていうねメモリーに対応していて、これの前のモデルだと確かね DDR3 っていうメモリーにね対応していたはずなので、そこをね間違えずに購入するのがポイントですね。お、はい、これで、はい、もともと刺さってた 2GB のねメモリーですね。今回購入したメモリーを入れていきます。おう、雑。まずはプライマリーって方からやりますね。から刺さないとなんか認識はしないみたいです。でもう1枚ですね、よいしょ。はい、これでちゃんとね2枚のメモリーが入りました。あとはまあさっきと同じように閉めるだけですね。ハードディスクを中に入れていきます。
こうだな、向きは。で入れてここをパチッとすればもうこれでね、NAS の筐体自体は完成ですね。 14TB のハードディスクを2台入れていて、なおかつメモリをね 2GB から 8GB に換装しています。将来的にはね、多分拡張カードとかを購入して爆速の NAS に変えていきたいとかあるんですけど、とりあえずね今回はこれで運用していく形となります。よいしょ、とりあえずここかな。で電源をオン、一応ね電源をオンにしたんですけど、ここからねセットアップをしないと使えないので、セットアップをしていこうと思います。はい、じゃあね一応ねダウンロードが完了したので、今ね M1Mac を開いてる状態なので、できるかなっていうところですね。ちゃんとできるのかな。これでおそらくねログイン画面が出たので、ログインをするんですかね。はい、というわけでね、NAS が一通りセットアップ完了しまして、今ねここで動いてくれている状態になっています。一応ね、まあ、こんな感じで QNAP のシステムというかコントロール画面がね今見えている状態です。まあ状況を見てみると、こんな風にディスク健康状態良好、システム良好、 CPU をね 8GB に増設しているので、それもね良好な感じですね。ストレージに関しても今のところ 12.41TB が使える状態になっています。僕もね初めて使うんで、あんまり見方がまだ分かってないんですけど、一応今の状態で言うと、このねストレージプールっていうのが 12.72TB あって、これがね物理的なストレージの容量ですね。でそれに対して、まあ、ボリュームっていうのを作って、それがね実質容量というか、まあ自分で使いたい分の容量になります。でまあこれ人によっては、例えばね OS を割り当てたい人だったら、またねちょっとだけ 2TB だけ切り出して、まあ残りの 10TB をストレージとして使うみたいなやり方もあるらしいんですけど、僕の場合は基本的にね動画とか写真のファイルの保管っていう目的なので、まあ 100% 当てられるところまで当てているっていう感じです。まあこれが本当に正しいのかどうかよく分かってないんですけど、もしね詳しい人いたら、これはダメだよとかコメント欄でコメントいただけると嬉しいですっていう感じですね。で一応ねこんな感じで、もうこの中にファイルを投げられる状態になっています。まあこんな感じの画面でファイルエクスプローラーがあるんですけど、ここに例えばこのフォルダの中に直接ねドラッグ&ドロップでアップロードがされているという感じですかね。例えばもう一つファイルをアップロードしてみると、まあ、こんな感じでアップロードがされていくって感じです。でここにねタスクっていうのがあって、おそらくこれでまあ残りねどんぐらいかかってアップロードできますよとかがわかる感じですかね。 1.8GB のファイルもまあサクッとアップロードできています。まあ、あとはクラウドストレージとか、あの物理的なハードディスクの時と同じように、まあ、保存するための大枠のフォルダを作っていって、その中にねどんどんファイルを投げ込んでいくっていうスタイルに僕の場合は落ち着くかなと思います。今部屋を移動して、さっきまでねオフィススペースにいたんですけど、今ねリビングの、まあ、Windows 今 PC ここにあるので、これでね NAS にアクセスしています。今ね NAS 自体はオフィススペースにあって、僕の家ってオフィススペースと、あとね自宅スペースが結構ねちょっと離れた場所にあるんですけど、それでもね NAS に LAN ケーブルを挿して使っているので、このねリビングの部屋でも NAS にアクセスできるんですよね。いやこれはね本当に NAS を買ってよかったなって思うポイントですね。さっきねスマホからアップロードした画像もこんな感じで表示できているし、あっちの部屋にある MacBook からアップロードした動画データっていうのもねこんな感じですぐに再生することができるようになっています。 NAS のいいところって、スマートフォンのアプリからもねアクセスできるところなんですよね。一応ねこんな感じで Q-File っていう QNAP 専用のアプリがあるので、それをねダウンロードしてみました。で今同じ Wi-Fi、まあ、この IP アドレスの環境下にいるので、そのままねなんか NAS トバログ NAS を検出してくれて、そのままねユーザー名とパスワードを入力したら、もう本当にねすぐアクセスできちゃいましたね。こんな感じです。こんな感じで一瞬でこのファイルにアクセスできた感じですね。さっき作ったフォルダがねここにあるんですけど、00YouTube ってやつなんですけど、このフォルダがあって、これをこうやって開くと、こんな感じでねすでに動画ファイルが中に入っている状態です。これはさっきね MacBook からアップロードした動画ファイルなんですけど、これはね相当感激してます。今までのポータブルハードディスクだと、このねスマートフォンから読み込むっていうのは結構ね難しかったので、こんな風に NAS だったら一発で見れるんですねっていうのがすごいね個人的にはびっくりしてますね。こんな感じでねヌルヌルとアップロード
ロードした動画もサクサク見れるようになってます。これはね相当便利ですよね。本当に Google のクラウドストレージサービスと同じような感覚で自宅にある物理的なハードディスクをこのアプリ上で読み込めるっていう、まあ、読み書きができるっていうのは最強ですね。確かねこのスマートフォンからも普通にアップロードができたはずです。こんな感じでねちょっとこの画像を選択してみたのでアップロードしてみようと思います。アップロード済みになりましたね。これでこの画像自体もこの NAS 上にアップロードされたという感じです。いやこれはね相当感激ですね。本当にクラウドストレージサービスと同じような使い方ができるっていうのはめちゃくちゃ熱いです。はい、というわけでね Google のストレージがね解約したっていうことで NAS をね導入してみました。まあ、結果的にはね、まあ、構築するっていう経験も踏まえて、まあ、すごい良かったかなと思っています。でやっぱりね NAS のいいところって物理的にね自宅に存在するストレージではあるんですけど LAN ケーブルをね挿すことによって外出先とかそういうところからでもねなんかクラウドサービスと同じようにアクセスできるっていうのがやっぱり一番の強みですよね。であとはねストレージが足りなくなったら本当にねこの中にあるハードディスクを両方ともぶっこ抜いて新しくね別のハードディスクを入れればまた真っさらな状態でストレージが使えるっていう感じでどんどんねこう物理的に積み上げていくことができるのでそういう点においてもまあ NAS はいいかなと思います。拡張カードを僕購入していないので、まあ、今のところね120ぐらいしか出ないのでそこはね将来的にちょっと拡張していきたいなっていう感じですね。であとちょっとやっぱり怖いのが地震とかによる破損ですよね。まあ地震とかその物理的にね間違って壊しちゃってデータが消失しないっていう可能性もクラウドサービスよりは高いのでその点に関してはどうリスクヘッジをしていくかっていうところもまあ課題かなとはまだ思っています。まあ、一応ね今のところ僕の場合だと完全にね Google のクラウドを切ったわけではなくて 2TB のビジネスプランっていうのは継続しているんですね。なのでその大事なファイル例えば契約書とか、まあ、クライアントに提出する用の動画とか動画ファイルとかは一応ねその Google ドライブと同期する専用のフォルダをねこの NAS の中に作っておいてそこにね入れておけばとりあえずその 2TB の Google のストレージと自動的に同期するっていう仕組みを取っていこうかなとは思っています。はい、というわけで今回のね動画を終わりにしたいと思います。ちょっとねマニアックなネタだったかなとは思うんですけどこれからね動画制作を行っていきたいっていう人だったりとかクラウドストレージの無制限プランがなくなってちょっとねクラウドストレージ難民になってる人とかはまあ購入を検討してもいいのかなと思います。というわけで今回の動画を終わりにしたいと思います。トバログではこの動画の他にもルームツアーだったりとかあとガジェットのレビューみたいなのもよくしているのでぜひ他の動画もチェックしてみてください。それでよかったらチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。